山形県と秋田県を襲った記録的な大雨ではこれまでに1人が死亡し今も3人の行方が分かっていません。自治体は SNS でも情報を発信していますが、こちらの山形の大雨災害に関する X の投稿では画像をクリックすると別のサイトが表示されました。こうした投稿は山形大雨災害といった言葉で検索すると大量に表示され、いずれも通販サイトなど全く関係のないページに誘導されます。投稿者は外国人の名前が多く、専門家は災害に便乗して表示回数を稼ぎ収益を得ようとしているのではないかと分析しています。誰かがそのマニュアルで操作しているというわけではなくて、トレンドになっているキーワードを自動的に検知してそれを発信するような仕組みをおそらく作ってですね、自動的に発信している内容だというふうに思われます。専門家は情報の発信元を十分に確認してほしいと呼びかけています。